はいどうも皆さん、フィンランドからこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。ということでね、昨日の動画でも言いましたが、私ケースケですね、ただいまスーパーセル、本社様から、招待をいただきまして、フィンランドのホテルから、ただいま撮影をしております。なのでいつもとですね、撮影環境が違うので、声にねエコーがかかってたりして結構反響するんですよ。なんかね、いつもと違ってしまっていたら申し訳ありません。で、今日何をお送りするかって言いますと、ただいまですね、クラクラチャンネルフィア JWC っていう、国内最強のね、オンリークラウンを決めるリーグにね、参加しております。クラチャンフィアはタウンホール10のね、リーグに参加しているんですけども、今回はですね、名古屋さんに当たったんですよ。名古屋国際連合さん。で、もうね、めちゃくちゃ配置が硬くてですね、ほんと、対戦終了の数分前まで、両者全開が一個も出ないっていう状況だったんですよ。なので、ほんとね、全開を一個でも取った方が勝ちっていうね、もう勝敗が分かれるっていう状況だったんですね。で、もうほんと数分まで、ですね、全然ですね、生まれなくて全開が。で、最後の最後でですね、ヤマピさんと、うちのクランですね、ヤマピさんと、あと、ハルさんのサブアカの、ひらがなのユウさんですね。で、あとはですね、カタカナのユウさん、ジャパンオールスターズの選抜にも入ったことがあるカタカナのユウさん、で、リスユービックさんですね、生パンアカで参戦しておりまして、この4人がですね、ラスト数分でですね、一気に攻めるっていうね、状況だったんですよ。で、対する名古屋さんはですね、JWC の、全開率プレイヤーですね。全開率が高いプレイヤーで上位に食い込んでおります。ケルトさんがね、残っていてね、ケルトさんがね、ラストに攻めたんですよ。で、本当に全開1個でも取った方が勝ちなんですよ。クラちゃん側はね、もうね、ドエース4人がね、いっぺんに攻めるんですけども、まあ、ターンホール10のね、全開、対策配置って本当ね、全開取るの難しくて、生まれても1個出るかどうかかなって思っていたので、自分がですね、士気を上げるために、チャットで、今から全開取った人には、iTunes かもしくは Google プレイカード1500円分プレゼントしますって言ったんですね。で、その後ですね、4人一気に攻めたんですよ。で、その結果がこちらですね。はい、残り1分で攻めて、まさかの、4人中3人同時全開。こんなことってあります？自分はね、もうね、1個でも全開ね、取れたらね、いいんでね、1500円分ぐらいだったらね、まあ、払ってもいいかなって思ったんですけども、まさかの3人取って、4500円分、これ、払わなきゃいけなくなったんですよ。いや、普通、ありえないですからね。出ても1、2個だと思ってたら、まさかの4人攻めて3人同時全開っていう、奇跡の状況が生まれたんですよ。正直、言わなきゃよかったですね。なんだろう。まあ、ね、お金をね、もらえるからっていうので、やる気を出したわけじゃないですよね。この人たちはもちろん、めちゃくちゃ上手いプレイヤーなんて。なんですが、ほんとこんなことになるとは思わなかったので、ちょっとね、我ながら、クラメンに対して、戸惑ってます。はい、間に挟まってるヤマピさんがね、全開取れてないのがちょっとね、目立っているんですが、ヤマピさんもね、本赤がタウンホール11で、めちゃくちゃ上手いプレイヤーなんですが、そんなね、ヤマピさんでも取れなかったりしたんですが、ハルさん、リスさん、ユウさんですね、さすがですよね。なので今回はですね、こちらの、ちょっとね、前置き長くなってしまいましたが、こちらのね、3名の全開リプレイを見ていきたいなと思います。ということで、早速全開リプレイ、レッツゴー！はい。それでは、まずはですね、先日行われた日本選抜 VSCWL 選抜ですね。そちらの日本選抜側にクラちゃん代表として参加しました、カタカナの方のユウさんですね。いやー、ユウさんもね、食い火がめちゃくちゃうまいんですよ。で、今回ですね、最後の最後で、食い火ラバルで全開取ってくれました。確かこれ修正とか謎に加えてたかな、確か。それでの全開となっております。で、まずは食い火をね、12時方向から入れていって、で、インフィのタワーに当たってね、ちょっと嫌なんですが、はい、ここですね。アーチャータワーのターゲットをベビドラで取ることによってですね、インフィルのタワーで、あちゃくですね、ヒーラーの回復効果無効になっちゃうですか。余計なダメージを食らわないように、こういう風にですね、サイドカットついでにベビドラでアーチャータワーのターゲットを取っていく。この細かいテクニックですよね。で、ここでレイジをかけていって、しっかりと相手の援軍処理を行っていきます。確か今回はレイジをふんだんに使っていったかな、確か。呪文6枠ぐらい食い火パートに使っていったと思います。で、そしてですね、8時方向はババキンを出してからのボーラーで施設の削りを行っていきますね。そうですね、迫撃砲とか、あと水塔ですね、の前に置いてある施設ですね。結構 HP が高いので、ボーラーの攻撃だけで防衛施設壊すことができるってね、こういうね、弱点を見抜いてるんですよね。
デクヒーパートにある以上ね、もう一回ね、使っていって、施設の削りを行ってからの空パートですね。はい、なのでね、こういう風にクイヒーとか、あとね、ババキンとボーラーの組み合わせ、これでね、しっかりと防衛施設を削ることによって、一気にですね、インフェルノタワーへのルート作ってますよね。で、ヘイスト3つで足りるかなってね、ちょっと心配になるかもしれませんが、さっきも言ったように、防衛施設たくさん削っているんで、こっからですね、ヘイスト3つでね、結構回しきれるんですよね。ただここでね、注意が必要なのがですね、もうラバハンドとかもういないですよね。なので、バルーンがですね、裸の状態になっておりまして、こっからですね、テスラでほとんどのバルーンを落とされてしまいます。これね、ちょっとね、リアルタイムで見ててね、あ、これ大丈夫かなと。ヒューさん大丈夫と。ちょっと前回取ってくれよと思っていたんですが、内心はですね、iTunes カード払いたくねえな、Google 出したくねえなってね、若干思ってました。いや、ただですね、ここから見ててください。注目です。はい、バルーン全部落とされてしまったんですよ。で、あ、やばいなと。で、ガーゴイとパピーしかいねえかなって思ったらですね、こっからですね、はい、ボーヒーが回ってきて、からのウィズが追従していって、で、最後のテスラを追って全開と。いや、これ見た瞬間、沸きましたよね。なんで、これでもうね、勝ち確なんじゃないかなと。でね、まあ、ユウさんね、出てね、他の人のライブリプレイ見たんですよ。まあ、まずはですね、リスさんですね。あ、これはあれです。めちゃくちゃうまいプレイヤーのリスユービックさんのね、もう一個のタウンホール10のアカウントですね。生パンアーカーでございます。で、リスさんですね、今回はクイヒードラゴン。こちらもね、なぞりと修正ですね。ほんとね、2層目の壁開きとかね、めちゃくちゃうまいです。結構修正なぞりでね、ウォールブレーカー2層目の壁開きね、何回もやってたんですからね、結構ね、失敗する可能性高かったんですよ。なんですが、もうね、タイミングとか完璧ですね。さあ、ここでアチャクに対してポイズンを落としていって、攻撃速度を落としていきます。からの、はい、出てきました。ウォールブレーカーですね。からの、レイジウォールブレーカーで、ここ開けていきます。下手したら迫撃砲とかね、着弾してね、やられてしまいがちだったんですよ。そうですね、失敗リプレイだと。結構失敗とかね、あったんですけれども、ここはね、しっかりとね、開けていきましたね。で、そしてですね、他の防衛室から攻撃を受けないところでちゃんとね、相手の援軍処理を行っていきます。で、あらかた、そうですね、処理を行っていって、まだ、ドラゴンパートスタートさせない感じかな。そうですね、9時方向ですね、少ない枠であらかじめ施設削っておりまして、ドラゴンのルートですね、作ってますよね。で、さあ、ここでもう一発、レイジふんだんに使いますね、今回。もうね、クイヒーでね、めちゃくちゃ削っていって、ドラゴンの仕事量ね、なるべく少なくしてるようなイメージですね。で、出てきましたね、ドラゴンパートですね。で、からのサイドはですね、ババキンとかウィズで削っていって、ドラゴンがですね、外に漏れていかないようなルートを作っていますね。で、ここでレイジをかけていって、一気にですね、インフェルノタワーを追っていきます。で、インフェルノタワーに当たる前で、一回ですね、ヒーリングを落としていって、からの全開引くと。で、そしてですね、ここからインフェルタワーにまた当たっていきます。で、そうするとですね、終盤のアーチャータワーですね、ここチクチクね、結構やっぱ威力も高いので、ほんとね、嫌になってくるんですよ。これに対してはバルーン4体取ってあるので、ターゲットを取っている隙を見て、バルーンをね、投入していくといった形ですね。まあ、ちょっとね、今バルーンちょっと撃たれてますが、はい、まあ、でもね、このバルーンのおかげでね、結構ね、やっぱ対空施設壊すことができてですね、はい、こんな感じで最後のですね、対空砲をクイヒーが追っていって、あとはお掃除タイムで全開といった感じですね。いやー、これね、結構何回もなぞりになぞりを重ねてですね、最後にね、取り切るこのリスさんですよ。いやー、やっぱり相変わらずのもうね、変態ですね。はい、ド変態プレイヤーでございます。さあ、パンツさんのね、前回リプレイを見た後に、最後はですね、もうね、人妻プレイヤーなんかもうネカマでないことね、実証されてるらしいです。はい、ハルさんのね、前回リプレイを見ていきましょう。いやー、ハルさんね、人妻でね、めちゃくちゃ上手くて、今回も前回取ってくれましたね。なのでね、まあ、ハルさんはね、前回取んなくてもね、普通にですね、iTunes カードとか、Google プレイカードね、プレゼントします。はい。結構ですね、そういう風にですね、ひいきする人間です、私ですけど。さあ、ここですね、号令ひでね、8時方向ですね、削っていって、からの6時はですね、ヘイストバルーンで追っていきました。で、今回はですね、本当に面白いタイプの、なんかハイブリッドみたいな感じですよね。ラバー2体のね、バルーン18体で、で、ゴレヒーでどんどんですね、進軍していくといった、ちょっと一味違うハイブリッドみたいな感じでございます。さあ、ここでジャンプを落としまして、で、レイジで一気にですね、ヒーラーの回復量ですね、上げていって、ゴーレムのタゲ取りの時間をね、延長していきます。で、さらにアチャクイもね、レイジかかっているんで、ここでですね、進行結構早くなってますよね。で、さあ出てきました、ババキンですね。で、このババキンで相手のアチャクイを処理していって、で、インフェも追っていくっていう流れですね。
いや、このね、なんでしょう、インフェルノタワーがあるのに対してね、なんかさっきのね、ユウさんとかリスさんとかこのハルさんとかさ、あのフリーズ使わないじゃないですか。自分ほんとね、なんだろう、タウンホール中でフリーズ使わないで全開取る人ほんとすげえなって思うんですよね。いやー、怖くないのかな。で、ここでですね、アチャクイがね、結構ね、進軍していて、で、さあ、対空砲ですね、追っていって、で、対空砲3本残っている状態で、ラバルパートですね、スタートさせていきます。3本残っているのに、ラバーハンド2体でね、回しきれちゃうんですよね。で、そうですね、インフェルノタワーに当たるところに対しては、レイジをかけていって、で、そして、並走でね、どんどん進軍させていきますね。で、これでですね、大丈夫かなと、ラバーハンド2体大丈夫かって思うかもしれませんが、やっぱり最初のね、ゴヘビズパートで思いっきり防衛施設削ってるんで、対空施設もそんなもう残ってないですよ。で、さあ、こっから最終地点のですね、対空砲に対して、届いていきまして、で、これでもうね、対空施設を全部折っていって、あとはお掃除タイムで全開ですね。いや、この中盤で4人攻めて3つ同時全開ですよ、皆さん。いやー、もうね、ユウさん、ハルさん、リスさん、ほんとやばいですよね。はい、そんな感じで、今回はですね、クラメに iTunes カード、Google プレイカードをプレゼントしますって言ったら、全開取ってくれるのかっていう動画、お送りしていきました。いやね、まあね、あげるって言わなくてもね、おそらくこの人たち、全開取ってたとは思いますが、意外となんか若干気持ち的にも変わるのかなとは思います。さあ、ということで、これからもどんどんクラクラの動画載せていきますので、またチャンネル登録してないよって人はぜひとも登録お願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。